福島県三春町は東北線郡山から磐越東線で2つ目、その6高5万石と小さいながらもれっきとした城下町の伝統と風格を備えています。その三春の荒町というところに吉田屋というのれんを下げた古いお店があります。今にも崩れ落ちそうな古い店構えのこの吉田屋さんの商売は鍛冶屋さん。機械万能の今日この頃、すっかり耳にしなくなったこの商売を今もコツコツと続けているのは吉田東蔵さんという75歳のおじいさんです。昔ながらのふいごを使って腕一つで叩き上げるそのものは、すきやくわなどの農具がほとんどです。昔から三春近在のお百姓さんたちの大事な農具は全てこの三春の町で作られたといいます。中でも吉田屋さんは120年の歴史を持つ三春でも最も古い鍛冶屋さんで、東蔵さんはその3代目にあたるそうです。ですからお得意さんも親代々のファンが多く、どんなに遠くてもバイクに乗って来てくれるそうです。耕運機や刈り取り機など農村機械化の今日でも、畑の細かいところに手の届くすきやくわを手放すお百姓さんはまずありません。どんなに農村が近代化されようとも、そんなことはお構いなし。刀が武士の魂なら、農具はお百姓さんの魂とばかり、一つ一つに心を込めて仕上げていくおじいさんの心意気は今も変わりはありません。